で、続けて、エーム菌の話をします。エーム菌っていうのはですね、ちょっと話がガラッと変わって、陸の話なんですけれども、植物の根っこに、共生している真菌類です。で、植物の根っこの中にちょっと自分の体をこうめり込ませるというか、で、この中で、アーバスキルという特殊な、共生のための、器官、枝分かれした自分の器官を作って、で、そこで、栄養のやり取りをして、まあ、そういう共生をしているという生き物です。で、デボン紀あたりから化石が見つかってて、植物の陸上への上陸に非常に重要だったのではないかというふうなことが考えられています。で、ただこの生物のゲノムを読んだところ、ちょっと面白い現象が出てきて、なので、ちょっと今それに注目しています。最初はただ単にこの菌をゲノム読んで、まあ、農業的な応用とかも考えましょうよというふうな話だったんですけれども、読んでみるとですね、リボソーマの DNA 領域が、タンデムリピート構造を作らないでゲノム上に散在するという形で見つかってきました。こちらが比較用の、イーストの、12番染色体です。で、そこにリボソマ DNA 領域があるんですよ。まあ、タンデムリピート構造を持っている向こうにバーッと並んで出てきますが、AM 菌、私が AM 菌のやつではこのようにバラバラに、複数のコンティグ状に、散在して出てくる。そして普通100個ぐらいリボソマ DNA のコピーってあるんですけども、今回10個ぐらいしか見つからなかったの。で、まあ、一番にこういう時疑われるのは、ちゃんとアッセンブリングできてないんじゃないのっていうことだと思うんですけれども。で、なので、ちゃんとアッセンブリングできてないのか、その10個で全てなのかっていうのをデプスを測って検証しました。そうすると、これ 18S、28S のカバレッジの、各位置ごとの値ですね。で、結構まあばらつきあったんで、こう安定しているところだけを選んで、計算してみた結果はこちらです。縦軸が、デプスになっていて、この赤いのが、18S のこのアルファリージョン、ベータリージョン、そして全長をそれぞれ測ってます。で、こっちが、バスコで出してきたシングルコピージーンのデプスです。で、そうすると、この10倍、シングルコピージーンの10倍程度の、カバレッジが出てきて、ああ、なるほど、10個なのだと。これは普通は、数百倍とかになるはずなんですけれども、10個と10倍ってことだったので、まあ、ほぼ全ての配列がこうなってきてるんだろうなというふうに考えてます。で、で、同時に、これはタンデムリピート構造を、じゃあ、この生き物は完全に持ってないんだってことが、分かりました。で、このリボソーマル DNA のタンデムリピート構造っていうのは、全てのほぼ全ての真核生物で保存されていて、このリボソーマ DNA コピー間での配列の同一性を維持するのに重要なんだっていうふうに考えられています。で、まあ、これをもとに、特定の個体の、リボソーマ DNA というのは複数コピーあるけれども、配列としては1つ。だから、これを使って、まあ、生態学的な研究とかができるよという前提になっているわけですけれども、で、このタンデムリピート構造が AM 菌ではなかったってことなので、じゃあこの、リボソマ DNA 配列間の同一性っていうのはどうなっちゃってるのかなと思って調べてみると、こちらがその一部のアライメント結果なんですけれども、このように、1個、まあ、1つの、生物種、のゲノムなんですけれども、このように多型が見られてしまって、まるでなんか系統解析でもしたいのかなというふうなぐらいの、多型が出てきました。で、これは一部の領域ですけれども、18S、28S 全長を見ていっても、ポリモルフィズムが、まあ、ある程度まんべんなく、存在していることが分かります。で、まあ、iPS 領域に多いっていうのは、まあ、ここはリボソーマ RNA をコードしてない領域なんで、まあ、到達が低いところで、まあ、あるかなと思うんですけども、一部 28S のところではそれを上回るような、iPS 領域での多型を上回るような、頻度の多型が出てきていて、もしかしたら分担性淘汰、より多型であればあるほど適応的な、背景があるのかなというふうに思っています。で、
このリボソームは DNA 多系っていうのは、まあしえーと、あとタンデムリピートの欠損っていうのは、実はマラリアで、確認されています。で、他では、僕が調べたところ出てこなかったんですけど、マラリアで確認されています。で、マラリア原虫ですね。で、マラリア原虫では、この複数のリボソマ DNA を宿主ごとに使い分けているということが確認されています。人のさ、人っていうか、まあ、哺乳類の、赤痢の中にいるときと、その媒介者である蚊の中にいるときでは、使っているリボソマ DNA の型が違っていると。で、それを、で、そのリボソマ RNA は、まあ、機能にも、あと影響を与えるようだというようなことが言われています。で、やっぱりリボソームというのは全てのタンパク質の、合成装置ですから、ここに多系というか変化が生まれると、多くのタンパク質の、まあ、量ですとか、に変化が現れて、ちょっと、ひいては、まあ、形態にも変化、形態や生理活性にも変化が現れていって、そのホスト特異的な、体の生理活性ってものを、生み出すんじゃないかなというふうに、仮説があります。で、今回 AM 菌でも同じような現象が見つかって、で、実際その後 RNA セックでも、この多系がリボソーマル RNA レベルでも維持されているってことが確認できましたので、私としては、もしかしたらこれによって異なったマルチタイプのリボソームというものが AM 菌で生まれていて、で、それが、多くの植物に共生するための、生理、あの、進化的な生物学的な意義があるのではないかというふうに考えています。で、ここいらの話は、バイオアーカイブに、今、載っけてありまして、で、論文自家体は投稿中というところでございます。で、こんな研究をさせていただいてますが、で、なので、まあ、多くの私の研究のメインとなるようなところは、まあ、ジオオントロジーですとか、あと、まあ、リボソームとかなので、アノテーションと直接、今のところ、関わるっていうことはないんですけども、ただ当然途中で登録するときとかは、アノテーションをつけていくと。で、そうすると非常に気持ち悪いことがあって、で、ここがスムーズにいくようになりたいなと思っているというところです。で、今回、皆さんと一緒に、お話を聞いたり、改善していきたいなと思っているところは、をこういうふうにリストにしてみました。まあ、その機能不明だけども PFAM でドメインがヒットする遺伝子に関して、まあ、なんとかドメインコンテニングジーンって勝手につけてっていいんですかねというふうなことが、まず知りたかったんですけど、まあ、昨日何人かの方から、そういうふうにつけていいんじゃないかなというふうにいただいたので、つけていこうかなと思います。まあ、やっぱりデスクリプションがある程度ちゃんと、その、なんでしょうか、ただ単に機械的にやるんじゃなくて、ちゃんとそういう自分の生物学的な背景をもとにつけてるんだったら、その方がいいんじゃないかっていうふうなことなのかなというふうに今は理解しています。あと、まあ、どこまでも続くライク問題、なんとか人ライクっていうふうなのがヒットしたから、俺もそれにさらに一つライクをつけなくちゃいけないだろうかみたいな感じのは、まあ、地味に悩んでいたんですけども、まあ、そんなことは必要ないのかなというふうに、皆さんと話して今思っております。で、あと、ここいらからちょっとある程度、まあ、真面目な話で、ある程度、アノテーションがついていくんですけれども、名前としてはそれっぽい、興味がある生命現象に関わりそうな名前がついているんですが、例えばシーケンシングを見ると、実はすごいパーシャルだとか、あんまりヒットしてない、そのリファレンス自身がそんなにヒットしてなかった、で、自分の、クエリ自身は、まあ、さらにもっとヒットしなかったから、まあ、名前は一応このアノテーションついてるけれども、全然、そういうふうな機能は多分ないよねというふうな、アノテーションが出てくるんですよ。まあ、これは目でいちいち見ていったら、まあ、いいんだと思うんですよ。もう候補遺伝子が数百パッと出てきて、で、それを一つ一つ潰していくと結構ハードなので、まあ、リファレンス、自分がつける、名前にはある程度、そのこのぐらいのパーセントでヒットしたよとか、アラインされたよとかいう情報をつけていくと、後の人たちがそういうふうな、シーケンス見たらがっかりするっていうのを避けられるのかなと今思っているところですが、
皆さんはどうしているのかなっていうのが話聞きたいです。あと HRD、っていうのを、最近僕はその使っていて、皆さんが使っているかなってお話をしたかったんですけれども、で、ここに、僕が勝手に、まとめた HRD の、ページがあるんですけど、もともとはもちろん GitHub に上がっている、ファン人が作った、ソフトウェアなんですけれども、複数のブラストの結果から、人が読めるような形式を選り抜いて、名前を付けてくれるというソフトウェアです。で、僕は、エーム菌の先行研究で使われてたので、してこれを使っているんですけれども、皆さんどうかなと思います。あと、この複数のブラストの結果、例えばその、レフセックに当てた結果と、あと、すごい禁煙臭、よくアノテーションされているものを選んで、リファレンスした結果、そしてスイスプロットを使った結果とかを、組み合わせてやれるので、ある程度その信頼性がおける複数のリファレンスを使って、で、その中からさらに、多数決でちゃんと複数のモデル、リファレンスでフォローされている名前とかを付けられるというふうなことなんですが、ただこの3つの、リファレンス間で重み付けとかをしなくちゃいけなくて、で、そこの、記述を今僕はその HRD のサイトに書いてあったセットまま使ってるんですけども、コイラを皆さんがどうしてるかなって、もし使ってたら、情報共有したいなと思ってきました。また、使ってない方は、もしそういう機会があったら使ってみていただいたらどうかなと思っています。で、あと、もう一つ困ってるというか、気持ち悪いなと思ってるのは、オーソファインダーとかで今、本当にそのオーソログ情報をよく使うんですけれども、それをアノテーションに、盛り込めるといいのかなと思って、最初、と思っています。独自に自分でデータベース取っててもいいのかなと思いますが、例えばこっちの、ドメインベースで名前を付けていくとなると、そういう、オーソログというか、の情報を、別個に付けておいた方が使いやすいかなとも思っています。で、あと、重複している遺伝子をどういうふうにつけたらいいのかとか、リボソーマル DNA 領域も、これはちょっと自分の研究結果からですけれども、多くのゲノム情報ではリボソーマル DNA 領域がまだ読まれてないので、今後そういうところも重要かもしれないですね、というふうなことを思っているというところです。以上です。